ございます。今日も新女神転生デビル様なサタンマンですだね。なんだ、あれか、この配信は Twitch でも、同時配信しております。録画 YouTube でも見られます。Twitter では、おまんでございます。なんだっけ、 Twitter では配信告知で、 Discord では Twitter 的なことをやっております。 URL などは掲示板の上を参照のことと、ちゃんと言っておこう。はぁ、ちょっと寒いですね。もうちょっとほんと寒くなったら窓閉めよう。ってことでブラックゲート行きますか。いや、今日は配信外で3時間も永遠とねえデビル様のやってたんで疲れましたね。この段階ですでに疲れております。加速を切って。せーの、ほい。ここぐらいかな。しまった。ちょっと、やばったメか。今のは下まで移動しすぎましたね。おっと、ブロック。せーの、おい。ここならどうだ。もうちょっとスタートダッシュうまくやりたいですね。あ、引っかかった。右移動できなかった。今のポイントの位置は悪くないね。あ、右すぎた。止まらないリセット W。 このリセットが繰り返されるとしばらく
続きますからね。うまくいくときは本当うまくいくのに、ダメなときにはひたすらにループ続きますからね。やあ。箱のキャンセルできなかった。Stop the avatar. これ重要だから。I will come through the black gate now. Do not let him near.おい、インベントリーが開かない。違う、こっち。So, Avatar. うん、まあ10秒ね。うん、ちょっと今日はうまくいきませんね。鼻から疲れてるから集中力が全くないっていうね。じゃあ行きますか。12の今日は何からやるんでしたっけ。さらわれた人の家確認だっけ。あとあれだ、依頼がなんか来てたんでそれ見に行きましょうか。今日は何からやるか分かんない。あれか。封印関連。で、音がミュートされてる。レベル34になりました。3レベル上がったのか。レベリングの過程、朝日区にあった地下水道、やたら的に強かったんでそこで戦っていたんですけど、そこでプリンシパリティとヌエが仲間になりました。で、とりあえず依頼だな。工事現場ラジャー。じゃあとりあえずこれからかな。封印関連、氷川神社。装備品変わったかな。こうやって見ると現代のゴーストバスターズですよね。 W ですね。悪魔という名の悪魔を倒す、もしくはエクソシスト的な感じですか。あれは悪魔払いか。
変わってないですね。あと弾薬ショットシェルを限界まで買ったんで、あと9、800発かな残ってます。ショットシェルぐらいじゃないと全然ダメージ取らなかったんで、残ってる現金バッと使って買っちゃいました。じゃあとりあえず行くか。ああ合体したいな。まあ現状でも戦えるから合体は後回しで。ひばりが丘、あなたは臨海病院で控えられたそうですね。そうですね。うん。鋭いね。あれ、そんだけ？なるほど。じゃあ。まあ神社行きますか。どれぐらい強いんだろう。ここですね。あ違う、旭区じゃないわ。ひあ違う、いいのか。旭区のこの地下水道が敵すごい強いんで、レベル30代の悪魔出てくるんで、ここでレベリングしてました。ほぼ毎回死ぬ可能性があるっていうきつい戦闘でしたけどね。その代わり、ミリは良かったですね。氷川神社、あれか。あ、開いてる。さて、メンツはこれでいいかな。ローレラやっと MP0 になったんで、若干戦闘要因として使える。ハンサム同様ね。プリンシパリティ、まあ魔法使っちゃうんですよね。まあ左から。さ、生態はどんな感じ。あー、作ろうとしていたやつが出てくるんだ。マルト、多分これギリギリ仲間にできるんじゃないかな。あ、いて、監視にお疲れ気味でも淡々とお届けする不定期コーナー。今日も特あの時間です。容赦ねえな、リンク。文字通り全て変えて生まれ変わるんですね。 W リンク、はいはい、そういうのもういいんで。リンク、話半分って感じかな。鼻ほじ、ほうほう、長文気味なので半信後に気が向けば程度。うわやべ、ムドまずい。やめてくださいよ、ムドとか。後ろにもいる。ショットシェル使ってこれか。しかしこのゲーム、鉄砲にどんな弾薬でも入るのすごいですね。通常弾から爆裂弾からショットシェルまで。やっぱ地下水道の方が強いな。逆にとっとと仲間にすればリスクが減ると考えるんだ。パーティーメンバーアライメント的に仲間になりそうにないですけどね。どうでしょうね。さっ
昨日なんだっけ、多分この辺だと思うんだけど、この辺は地下水道か、地下水道に出てくるやつか。みんな強いね。ほんと毎回毎回誰か一人な悪魔が死んでいくっていうねそんな戦い繰り広げてましたけど、ヒロエマが今、あ、まるっとこいつだ。仲間になりますね。ニュートラルだからプリンシパティ外せば仲間にできそうだね。今パーティーアライメントまであった。ローなんでプリンシパティを外せばいけるはず。ローだね。プリンシパリティ強いんだけどな。アライメント変えちゃうんですよね。なので一旦外して症状出すか。あ、症状仲間になってさ、助けてくれって言うから助けたら仲間になった。これでいくか。これでアライメントどうなった？あ、ニュートラルだ。これで仲間できますね。オーケーオーケー。よし、じゃあちょっとリンク見よっか。容赦ないな。いや、ゲオもお疲れ様です。ウォールストリートジャーナル。チャイナのウイグルダーツ、巨額の欧州資産を競売に。投獄されたウイグル人経営者が所有する数千万ドルの資産を押収し競売にかけてるすごいな。人権弾圧、資産まで全て奪い尽くすんだ。あの強制施設という名の強制収容所、あれに入れて強制労働させた上で、本当にやってることはナチと同じですねこれはひどいねウルティマ日本語化10月には公開できそうなレスありましたね。年内にはプレイできる見込みでしょうか。 W あと1万文字とか言ってましたね。半分ぐらい終わったみたいなんで、ちょっと楽しみにしましょうか私の方のゲームが終わるかどうかわかんないけど、デビルサマナー続編のソウルハッカーズ、これ含めて多分今年いっぱいかかると思うんですけどいつ遊びますかね、サーパンタイルは。いや、ありがとうございます。いや、すごいね。商売に出して得られるのが米ドルというのがミソなんでしょうね。隠す余裕もなくなってきたのかな。 W、 なるほど、確かにドル相当いってますね。電子商取引サイトで競売にかけてるえ、なに、そんなに外貨欲しいの。これをあれですか、こういったものを例の破談系の補填に当てるんでしょうかね。それとも共産党幹部のポッケに全部ダイレクトパスされるんでしょうかねどうなってんでしょうね。すごく気になりますね。いや、すごいな。ほんとこういうのが出てきちゃうのは、気がつけばやってることが来月頭終了予定、早いもんですね。 W、 やってることもうね、強制収容、強制労働やってること、ゲットまんまの、それを隠すこともしないんですね確か入る前に資産全部押収してましたよねいや、すごいな。チャイナ様も
隠すことなく全てを全力でやっていくんでしょうかね。はあ、ブロマーってニコニコのサービスでしたっけ？なんかそんなのありましたね。ほう、まあ社用のニコニコ。アタン云々のやつは反プーさん系の派閥みたいなんで、うん、ベーグルで何かやるんでしょうね W。 はあ、そうなんだ。あ、全然違う方向でやってるんだ。内毛場で内毛場で殴り合ってんだ。何するんでしょうね。ってことは頭角ありますかね。プーさん引きずり下ろし作戦始まっちゃいますか。ピンあねえ、クマから蜂蜜クマさんから次は何なんでしょうね。いや、ありがとうございます。これは台湾云々の前にねえ、内側で大騒ぎ一回あったりするんでしょうかね。もしくはあれですか、やるとしたら人民解放軍を使って一気に制圧するしかないでしょうからね。その辺も含めて荒れそうですね。なかなか興味深い。いや、ありがとうございます。はあ、 Google ブログやめたら全世界で阿鼻叫喚を競う W、うん、確かに私も困る。移転先なくなっちゃうから、そうなると桜のレンタルサーバー借りるしかなくなっちゃうな。でもそこまでしてやる必要あるかってなっちゃうから、なかなかね、うん、無料系はいきなりやめるのが怖いですよね。特に Google とか本当何のためらいもなく唐突にやめますからね。たとえ利用者が言おうとも不要と判断したら即切りするんで、そういった点で Google 系サービスは怖いですね。うん、これは文字通り全て変えて生まれ変わる、整形と同じ感覚で解明する人たち。10年で韓国人146万人が解明。そんな簡単にできるんだ。ああ、だからこの感覚で日本に来て通名コロコロ変えるのか。オリンピックが生きるかどうかがキーになるかもですね。なるほど、確かに国の威信かけてやってるみたいだし、そういう点でオリンピックがキーポイントですか。なるほど。いや、今のところちょっと前に騒がれていたボイコット系の話が、ね、これそれほど騒がれてないんで、どうするんでしょうね。なかなか興味深いとこですけど、どうなんだろう。少なくとも形だけでもね、平和を歌ってる祭典で、現在進行形でジェノサイドやってる国、それが主催国になるのは正しいのかどうかっていうね。まあ、あくまでね、民間のやってるイベントですからね、IOC も含めてのその辺もいろいろとありますかね。いや、こんな簡単に名前ロンダリングできるんだ。ほう、解明しやすくなったという点。へえ、裁判所が名前によって引き起こされる不具合を減らすため基準を緩和した。これも全てあれですか。あ、おはようございます。あの例の文字の関係で同姓同名が多すぎるから問題になってるとか、そういうやつですか。名前ぐらいしか知らないんですが、色心の白にが、うん、スチームにやっとくるんですね、リンク。へえ、式神の白ってなんだろう、シューティングかなんかでしょうかね。たまに来ますよね、スチームに。
すべてを。YouTube 配信はどうなってます？すごいな、こんな感じになってるんだ。事実上すべてを申請を受け入れるレベルに達してる。じゃあ名前とは一体何かって問題になりますよね。社会保障番号とかそういった身分証がの番号が個人を識別するものになっているってことかな。名前とかねえ役に立たないってことですからね。あと顔も整形しちゃうから同様ってことですか。最終的には DNA とかね、そういったので個人認証するんでしょうかね。すごく気になりますね。はあ、なかなか面白いことになってますね。YouTube 配信、 YouTube 配信は、利用規約違反だったんでやめました。今はYouTube と、違う、ピアキャスト、Twitch ですね。まあ、ピアキャストでも同時配信するのは規約違反ですけど、言わなきゃわかんないよね。ってことで。一応、顔変えて名前変えて、家も変えたら実質生まれ変わりですよ。本当、国にしか個人が特定できない。本当に完全失踪マニュアルをね、実践できる国ってことなのかな。すごいね。なので、YouTube ではリアルタイムではやってません。Twitch の配信ログを配信後に YouTube にアップロードしてます。そんな感じです。そういうのはもういいんで、3件、河野氏親族企業による対中政策影響を重ねてきて、否定されても実質的に関係あるんだからね、影響ないっていうのも何をもって信用すればいいのか分かんないからね。まだ一国会議員としてそういう状況でも微妙だというのに、それが国政を担う政党の代表、ひいては総理大臣になるかもしれない人が、そういう弱いところをね、一番ものになっている国に対して持ってるってのはどうなんでしょうね。もしこの人がなっちゃった場合、梅田のおじいちゃん同様にね、表は反中歌うけど、その実ね、ひたすらおもねってるっていう流れがありそうですからね。大丈夫なんでしょうかね。そういえば少し前にこの人の昔の写真引き出して、何でしたっけ、なんか意味を初めて聞くような名前のバッジをつけてることで、あの共産党員だとかいう、なんかそういうフェイクニュースありましたよね。あれ笑いましたね。何でしたっけ、何バッジでしたっけね。えオリンピックの選手が毛沢東のバッジくっつけていたっていうのはね、あれは IOC にも怒られていたし、パッとわかる有名な党員の証でしたけど、なかなか面白いフェイクニュースでしたね。話半分、ニューズウィーク、ニューズウィークはあまりに左すぎて見てて頭が痛くなんですよね。ニューズウィーク、武漢研究所、遺伝子操作で人への感染を強める実験を計画していた。ほう。ニューズウィーク、なかなか興味深いことを指摘している。あまりひん曲がりすぎてね、記事につけました。意外と当たっているかもしれませんね。 W 今までも数多くのゲームでスイッチ版リリース、日本語対応、 PC 版でも日本語対応という流れが繰り返されてきた。読んでおきます。ありがとうございます。リンク、式神の城スイッチ版 Steam で発売決定。長いインタビューですね。ほう。まあ、
興味を持ってる方、好きな人は嬉しいのかな。いや、ありがとうございます。興味深いことをしてる、指摘してるブログ、ディスコエリジウム、これは 100% 日本語が来る1年半前の段階で、翻訳家の人もないって言ってますね。それがなぜか。ほう。スイッチ版がリリースされると、それの流れでスチーム版が来るっていう、そういう流れが繰り返されてきた。はあ、なるほど。ということは、Steam に来る前にスイッチ発売、つまりスイッチで発売予定を見ていれば、Steam の日本語化、日本語対応、その流れが見える、来る可能性が見えるってことか。こういうのを見ると、ね、持っていないハードのゲーム情報を見る気が多少出てきますね。なるほど。これを1年前の段階で指摘していて、そして1年後に本当に出たっていうね。ありえないだろうと思われていたゲームが来ると。確実に梅田の息子と同タイプの囲い込みですよね。ああ、天安門バッジは一応本物です。ヨダブリュー、ただ宗教の人間との会合か何かの際にバッジ交換して、うん、その後につけておってたやつを自撮りしてたってのが真相だったかと。いや、つけんなよというのに変わりはないからあれなんです。あれ、あんなバッジ本当にあったんだ。聞いたことなかったですけどね。へえ。少なくともねえ、党員の党員関連のバッジをつけちゃうのはどうなんでしょうね。いくらそういう場だとしてもね。へえ、あ、知らなかった、ありがとうございます。ってことは、私が見た追加の情報ってのも、あれもまだまだ情報足りてなかったんだ。さらにまだあったんですね。ありがとうございます。こんばんは。あ、おはでございます。うん、そっか、スイッチか。スイッチ、ライトの方だったらね、まだ安いんですけどね。さすがに、HDMI 出力できる通常版高いですからね。そっちあれば、いろいろゲームできるなと思うけど。まあ。配信終わった後に、つ、ね、べに、アップロードとか手間じゃありませんか？ああ、いや、実際、スイッチにはアップロード用の機能があるんですよ、標準で。配信の録を、メニューからアップロードを選ぶと、YouTube に自動的にアップロードしてくれるんで、手間は数クリックだけで済みます。逆に YouTube から Twitch だと、直接アップロードできないんで、一回ダウンロードしてアップロードになるんで、めちゃくちゃめんどくさいですけど、スイッチから YouTube にアップロードする分には数クリックで済みます。なので全く手間じゃないですね。まあ正確に言えば、 YouTube にアップロードした後に、プレイリストに入れたりする作業は必要ですけど。何それ、便利 W つべに優しいトイチ W。 そうなんですよ。そこがすごく便利。これこのエクスポート機能、これ使うと簡単にアップロードできるんですよ。ほら、 YouTube にエクスポート。なので すごく簡単です。は
という感じで行きましょうか。何か読み飛ばしていったらすいません。やっぱ YouTube は動画サイトなんですね。 W ですね。動画配信、リアルタイム配信も相当強いのにね、その辺の力入れ具合が全然微妙ですからね。あの YouTube ゲーミングあれで頑張るのかなと思っていたら早々に消滅して本体に統合されちゃって、そしてあの配信設定がまためんどくさい新しい機能が加わってっていうね劣化を繰り返してるだけですからね。やっぱ配信するならば Twitch の方が楽で、動画アップロードするならば YouTube の方が楽。うん、なかなか面倒ですね。いや、喉痛いな。これでいいのかな。よし、まだまだちょっとマップ確認しよう。ちょっと強いからあんまりここで戦いたくないんだけど。お、何もない。生茶さんの配信を見てて不思議に思ったのが、スチームブロードキャストって配信している外人さんがいるところかな。 W そうですね、スチームブロードキャスト、確かにスチーム配信っていうか、スチームのアカウントでそのままゲーム遊んでればそのまま配信できるんでね、楽っちゃ楽だからやってる人いるんでしょうかね。メリットが全くないんで私は選びないけど、本当、うん、まあ、あの機能があったおかげで、Steam のなんだっけ、リモートプレートギャザーでしたっけ、 あれが実装できたわけだし、悪いことではないですからね。いって、ちょっと待った、ちょっとリフトマ使っとくか。残念なことにね、前回の配信ではボーダーの人と例のお姉ちゃんが いなくなってましたけどね生存確認できずっていう。あれ、なんでダメージ受けてんだ。リフトマ使ったよね。あ、違う、リフトマじゃなくてなんか状態異常食らってる。あれなんだ。ダメージ無効化の魔法はないんです。パライズ食らってる。ダメージ無効化はリフトマですね。けど、フィールドダメージ、床ダメージじゃなくて、パライズだから何？しびれてダメージ受けてるみたいです。ディスパライズだっけ？なんかそんな魔法あったよね。あ、違う、パララディだ。これこれ。よし。君らか、倒したことないんだ。そこそこダメージくるな。今日って鏡に封じ込めるやつか。僕見えるけどキョンシーじゃないよね。キョンシーじゃないですね。なんて名前だっけ。トケビですね。トケビって何。
ボケビ。ボケビはサウスコリアに伝わる鬼だって。へえ。なるほど。問答も予定倒していいやつですね。種族なんだっけ？勇気かな。サウスコリアってことは朝鮮半島全体か。やめてくれーって、あ、向こうか。バルカンキック、何発来るんだ。やめてくれ。当たんないな。強いな。お、500マグネタイト、5000円相当ですね。右側でいっか。うん、なんだこれ。アルラウネ。ああ、アウラもね、こういう感じなんだ。多分炎に弱いね。ハピルマやめろ。やめろ。多分まともに引かないと思うけど、パトラなんだこれ。強調いつまで。あー、作れそうなやつか。まあ初回は倒そう。これ鉄砲の方がいいな。鉄砲の弾がショットシェルなんで一発になってますね。
ットシェルってスラックか。やべ、普通に殴っちゃった。浮気かな。20マグネタイト、ありがとう。だいたい2万円分ですね。違う。24か。ダーク系、これ仲間なれな、ならそうだな。ガに弱い。ポケビー。これ出てきた順番、最後に戦った順番とかに並び替えできないの？戦闘時間が長いと時間単価あたりはあんまり効率よくなかったりして W ありえる。あれ、ここもテレポタイプなんだ。ありえるけど、あそこまで大きくもらえるならば悪くないんじゃないかな。こっち戻るルートかい。歯まで殺されかね。これちょっと回避していいですか。あ、ありがとう。さすがにあの人数は浜ラッシュで殺されかねないんで、戦闘回避しました。お、やった、1万5000。呪い殺せでしたっけ。あ、ムドでしたっけ。呪殺ハマかムド、どっちか話せば分かってくれた。あの火の炎は仲間にいるんで、これで会話で回避できるんですよね。あ、ムドだ、呪殺だ、ハマじゃないわ。いや、ほんと面白いように死んでいくんで、一撃系はできる限りやりたくない。もう天使系で幅でもう何回殺されたか。呪い殺せ無効化の装備ってあるんですかね。あー、なんかありそうですね。いろんな無効とか何々に対して強いっていう装備あるんで、そのうち出てくるんじゃないですかね。呪殺、呪殺となんだっけ、浜向こう。あ、でもありえる。フルムーンの時、満月の時は会話聞かないから、満月の時は本当かなりやばいですね。考えてみれば。あれ、これどっち方向行くんだ。正面右。スカダブリュー。満月の時はやばいですね。戦闘回避不能。なんだこれ、エイフェルの悪霊か。ってことはこれ仲間なんないね。
多分ブフ系弱いだろうから、ま、あ、まか、ふじ、まか封じか。まか封じは魔法封印か。戦闘終わったら治るかな。まあそんな脅威じゃないね。26か。フレアラッシュ、炎の壁、マヒニラビ、若干カオスより、仲間なるかな。で、悪霊だから無理だね。火炎吸収、合体で見たのか。あ、やば、ヌエ魔法封じついてられたままだ。パライズニードル、バインドボイス、うわー、バッドステータスいっぱい持ってる気がめんどくさいな。治った。やっぱ速度速いの大切ですね。速いからこそ状態異常グラマーに敵より速く行動できる。ドラクエに RTA でブリザードにざらき食らって、一度に3人パーティー全滅とかありました。 W確か3人同時死ぬ確率は512分の1だったかな。なかなか、なかなかエンターテインメント性に富んだ確率を引いてるんですね。あ、やばいやばいやばい。ドラクエ2、やったことないからどんな感じかわからないっていうね。でいいだよね。沈黙回復。オッケー。これ蓮舫さん黒ずり持ってる？あ、ないね。アイテムで直すやつあったっけ？沈黙。ない。これ沈黙対策持ってないとダメですね。これこれ麻痺したら魔法も唱えなくなる系ですか？みたいですね。 MP がなくなった状態だと魔法使う音して MP がないってなっちゃいますけど、クローズ魔法封印された状態だと魔法唱えないみたいですね。なのであえて食らって放置しておくのもありですね。その方がまだ殴る確率が上がる。ちょっと右側見よっか。ああ、回復キャラがまひったらやばいですね。 W そうそう、回復、せめてアイテムで回復できるようにしとかないと最悪死にますね。壊滅しますね。現状回復できるのって
霊峰さんだけだし、プリンシパリティとか一部のキャラ回復できるけど指示できないから運任せになりますからね。うーわー、テレポか。テレポーターちゃんとマークしてくれればいいのにね。そこまで優しくないか。マークしようにもこのゲーム、あの自分でマークできますけど、マークできる数に上限があるんで、そういう点で使いにくい。戦闘に参加させない方が良さそう。そうなると回復しようとした場合、毎回毎回マグネタイトを通常消費の10倍ぐらい払って召喚しなきゃいけないっていう、かなり効率の悪いことをしないといけないですね。なのでなかなか厳しい。召喚費用が高い。維持費用はそこそこですけど、召喚費用が高いですからね。1回の戦闘で賄えるかどうかぐらいですか。で、何これ、エンク火炎吸収か。安定を取るとしたら二軍回復キャラを用意するくらいなんですかね。最悪指示できなくても回復できるキャラいた方がいいですよね。でもちゃんとパーティーアライメントまで考えないと、必要な時に召喚できないまでありますね。あ、またクローズ食らってるし。緊急用で回復できるやつはストックしてもいいかも。戦闘してない時は反抗なかったんじゃなかったっけ。あ、ですね。戦闘外だと、あ、やべやべ、戦闘外だと自由に魔法使えるんで、そうですね。ほんとどうしようもなくなった時に召喚して回復できるようはありですね。頭痛い問題ですね W。 ねえ、ほんとなんでこのゲーム召喚した悪魔ご機嫌取らなきゃいけないのっていうね。ゆえにあのめんどくさい要素が多すぎるっていうね。せめて合体したら前の悪魔の有効度が引き継がれるとかね、そういったのがあればよかったのに。クローズディ。で、あれ、あんなとこに道あったんだ。上道ありますね。あれが正解じゃないかな。行ってみようか。あ、しまった、こいつの性能見てないわ。呪殺無効か。アライメントが分かんないね。今のアトラスゲーならそういう不満はだいぶ解消されているんでしょうか W。 どこまでね、いろいろ要素詰め込んだんでしょうね。私アトラス系初めてなんで全然分かんない。クマ探し仲間か。ああ、まあそんくらいならいいよ。効率の悪い交換だったな。
この辺だっけ。エンク。ああ、ダークだ。これ仲間になんないわ。こいつ無理ですね。アラウ、アウラウね。これもダーク系なんだ。これ無理っぽいな。まあ1回ぐらい交渉しようか。そして仲間になるかと思ったら、あ、やっぱり仲間になれないんだったっていう、そういう流れ。それで一体いくら貢いで失ったんだろう。中央はともかく左右は何だい。とどめき。これなんだい、とどめきって。き、とどめき。妖怪。妖怪ウォッチに出てくる。とどめきは長寿、今昔が図族百鬼に書かれてる妖怪だって。金銭の妖怪で銅線の中心が問いの目のようになっていることからこの名がついた。ほう。ちょっとよくわかんないな。戦いたくないな。まあとりあえず中央のやろっか。最悪戦闘回避だな。うわ、無毒来た。やめてー。ああ、死んだ。ひお、ちゃんと同じやつ狙ってくれた。とりあえず倒そう。バレて呼ぶと仲間になってくれなそうだな。ローレライだったらいけるかな。でもローレライそんな強くないんだよな。プリンシパリティ呼ぶとローになっちゃうんだよな。火の炎は弱いしな。まあローレライ呼ぶか。立てて読み直した方がいいと思うんだけど。ラクンダ防御ダウンか。
やめてください。これ会話でどうにかできる記事か。あ、間違えた。強いんでしょ。もちろんだ。あ、しまった。痛い痛い。おい、まだ来るか。後ろなんだ。ニクロス。あ、ドワーフだ。ほう。全部戦ったことないね。バスか。メディア。うわー、クリティカルでも倒せない。ギラを相手。え、複数回かい。うん。あー、まずい。ハマ危ない。やめて。やめてくれ、ドワーフ。ローレライハマ引かないでしょ。あ、引くんだ。はい。ちょっとドワーフ先倒すのやばすぎる。痛い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 。お、痛い。ちょっとドワーフ強い。ディアラマ。やめてくれそれは聞かない。避けていく。あー、やめてくれ、危ない。あー、死んだ。2回判定あるんだ。はあ。ディアラマ。やめろー。あ、聞かない。なんか呼べる？プリンシパリティだったらハマ聞かないよね。呼ぶか。
玉木で、シェルショット、ショットシェルか。すれば無度に弱いやついますからね。呪殺に弱いとかね。うわー来た。ハマー効かないでしょ。失敗ってことは効くの？プリンシパリティって1回の通常戦闘学校も長いと辛い W。仲間がボイコットしちゃうからね、故にまともな火力になっていないっていう。こんな風に、まあ今のフエとプリンシパリティ攻撃しても攻撃当たりませんけどね。敵が後列にいるんで当たらない。天使にハマは大丈夫多分。あ、大丈夫。なんか浜向こうだか、そんな、あれ死んだ。あれか、浜は効かないけど、ムドは大丈夫なんだ。ムド、ムドだから呪殺向こうなのかな。浜は効くんだ。おい、やめてくれって、おい。あ、はい。はい、死にました。この堕落した天使め。堕天使じゃないはずなんだけどな。浜向こうは呪い殺せに弱い、その逆もまたしかり。なかなか一撃死系は辛いですね。主人公知力魔力上げる必要ないか。速さかな。いや、力上げないと火力足りてないね。ってことはあと 1,2 回戦えばレホーさんも上がると思うから MP 一気に消費してもいいかな。リッカーム少女プリンシパリティで、リアラマ少女。じゃあプリンシパリティもかけとくか。で、少女最小感。診断耐性すらなかったか。なんで死んだんでしょうね。謎な理由で死んでたと思うんですけど、向こうだと思ったんだけどな。プリンシパリティアークエンジェルの下だよね。いや違うな、アークエンジェルの上でパワーの下か。プリンシパリティ、プリンシパリティこれか。MAG 溜まってるし、フルメンバーで普段使いしても大丈夫そうだけどね。でも後列から攻撃できるキャラがいないっていうね。それゆえに召喚しても無駄っていうね。あ、呪殺に弱いんだ、だから死んだんだ。なるほど。そういうことか。わかりました。でも1回を回避していたね。 100kg のものを時速 10km でぶつけると、ざっくり言うと200の運動エネルギー。 200kg のものを 10km だと300、 100kg のものを 20km だと500、 つまり速さこそ正義。
実力兵器のあれですね。うん、例の3体の暗黒森林攻撃のあれですね。ありがとうございます。あ、ネタバレだ、すいません。すいませんでした。あれ、パワーって倒したことなかったっけ。確かパワー無理くり倒した気があるんだけど、いないね。あ、いた。あ、パワーは効かないんだ。プリンシパリティがだけがハマ弱いんだ。なるほど。いやー、戦いづらいなー。ドワーフ後列に置きたい特性ですね。ですね。でもハマとかムドを後列に聞き当てられそうな気がするんですけど。衝撃物理強い。弱点ないのか。結構硬いし、ドワーフ厄介ですね。魔法で攻めだったことか。魔法防御低いから魔法なら効きそうだね。ハマは呪い殺せになるのか。ハマは術殺扱いなんでしょうかね。どういう扱いなんだろう。ハマは神聖な力でどうたらこうたら書いてありましたけど、ハマは聖なる力で倒すだそうです。精霊系に弱い。酒。ほう、酒ってなんだろう。あ、酒ってあのドワーフだから酒与えれば弱るってやつ。よくあるドワーフのあれですか。酒好きの設定ですね。戦いにくいな。で、確か上に向かっていたんだっけ。これ一回帰って合体し直した方がよくない。一部合体できるキャラいるんで、合体して体勢立て直しましょうか。ほう、右側行けば戻れる。もしくは同じとこ行けば。はあ、こういう感じ。うわー、なんか正解ルート紛れ込んでるっぽいな。ここはどこ。仲間の召喚していない悪魔系って大半 MP 回復してないんで。やっぱハマは花属性で呪い殺せは無度系ですが、うん、さっきの天使はよほど日頃の行いが悪い模様。あ、ハマと無度って完全別なんだ。ってことは無度食らって普通に死んでいたってことは本当運悪かったんだ。ありがとうございます。ちゃんと属性別に耐性あるんだ。ありがとうございます。両方ともさすがに一つじゃないんだ。これって確かダーク寄りだよね。これ仲間無理だね。まあ一回だけ話してみようか。まあまあだ。そうかな。いまいちだ。あ、そうなんだ。最低だ。銃は別に使わないからそうだな。生まれつきだ。
バレてる。畜生。これで装備外しちゃったか。最低だ。ダメだな。挨拶する。冷静を装う。ああ、うん。もっと人間のこと話して。わかった。ダメか。まあまあ、もっと強くなりたい。この会話よくわからんね。喜んで。助けてくれ。うん。いいよ。嫌だ。っていうかないんじゃない？龍角って何？持ってる気がするけど嫌だ。嫌だ。畜生。宝石品を噛んで。うわぁ、マリンカリンやめてくれ。火食らってるし、バカ。ひーやおい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 、前衛が壊滅気味なんだけど。パトラ、おい仲間殴ってどうすんだ。おい、痛い痛い、ちょっとやめなさい。あれ、チャームってパトラ治んないの？何もできない。やめてくれ。あ、治った。よし。チャームどうやって直せばいいんだ。トラは確かにチャーム直すって書いてない。完全モード搭載とは参ったね。オートモードを勝手に入ってくるのやめてほしいですね。あー、チャームってどうやって直すんだ。あ、あったディスチャーム、これか。魔法でもあるのかな。やめろ、マリンカリン。え？おい、勝手に書いたぞ。ああ、最小感するように殴った方がいいな。とりあえず数減らそう。してるやつ全員が、はあ、ちょっと勘弁してくださいよ。あ、違う違う違う、ディアラマディアラマ。いや、ディアでも相当回復するな。あの、パニックのマークに3って書いてあるけど、あの3って何？あと3ターンってこと？それとも3段階食らってるってことかな？
あ、治った。うん？あ、違う。3ってあれ、MP だ。なるほどね。真っ赤はいいんだけどね。あ、やった。これで MP も全開しました。何上げていたんだっけ？知力と魔力上げていたのか。運を上げようかな。いや、魔力を上げれば魔法威力上がるから回復力上がる。これだな。へえ、あれ、ローレライマンダウンしてるけど、まあいいか。ヌーエを呼んで、うん、ほう、帰りたいんだけど。2000円。あー、ここか。正面か、右。右かな。あれ、ここも来たことない。いつまでガに弱い。状況調査。召喚師。あれ、書いちゃった。そうだな。ダメか。わからない。合体っていうのやるんだろう。そうだ、関係ない。言う必要はない。いつでもマップ見れるのはいいですね。なかったら砲丸子コースで消化 W。 そう、本当このゲームのいいとこですね、オートマップ。ただ完全にマッピングされないのが困りますけどね。テレポーターとかね、それを除けばオートマップで何より自分の向いてる方向まできっちり表示されるんで、かなり助かりますね。いやー、ダイナソアリザレクションがね、新しいゲームだというのに、比較的新しいゲームだというのに、オートマップがなくて地獄でしたからね。それを思うと本当オートマップありがたい。そうだ、うん、逃げんのを試してみれば。お前こそ。あ、終わっちゃった。うわ、このパターンか。戦いたくないな。仲間になんないかな。挨拶。美しい。ダメか。最低だ。そうだな。微笑む。微笑む。そうかな。挨拶か。微笑む。もちろんだ。あー、しまった。やめてくれーがー。よりにもよって、あ、終わった。ちょっとこれもう一回会話できるか。
うん、 OK。 あ、口先だけってこと？畜生、仲間の中で怒ったのに。まあまあそうでもない、こちらこそ頼む。いざとなると迷う。これ仲間にならないでしょ。500ぐらい。あ、やっぱダメ。まあ回避できたからよしとしよう。前列はともかく後列まで混じるとさすがにつらい。あ、こっちか。こっちっぽい。あ、しまった。さすがに慣れてきましたね、W。すいません。一歩手前で止めるはずなのに進んじゃった。というか、あの先に入ればイベントだと思って一歩手前でセーブしようと思ったのに、いべ、あー、やっちまった。うさの、ほう、あちらの方からもデビル様なって言われるんだ。ああ、サマナーの力ってのは体の方にあって魂じゃないんだね。まあそうか、そうじゃなきゃ普通の人間の主人公がサマナーの体に入ってサマナーになるわけないか。鋭いですね。ほう、日ヶ崎、この地に近頃悪魔が溢れ出してきた時、え、溢れ出してきたこと、封印が次々と壊され、異界のものを封じる力が弱まっている。うん、たたり騒ぎを起こして警告するぐらいだ。結構派手な感じだけどね。この継承するためにこの騒ぎを起こしたってことで、本当にこれで終わりなの？サマナーに伝われば OK ってこと？あ、まだ未探索のところがいっぱいあったんだけど。助かった。立ち入り禁止かな。あー、立ち入り禁止だね。封印としての力を失ってる。ってことは、地下水道にここの敵出てくるようになったと思うから、仲間に加えるのはある程度はできるかな。さあ、とりあえず回復して、でセーブしてから回復して合体だね。ネット情報あるかな。情報早いですね。
氷川神社で連続して事故が起こった。移転工事で関係者が次々に怪我をしてるみたい。うん、たたり鋭い。市長が反射とズブズブみたいなんで、反射が裏引いてんですか。博物館。ほう、つまりそこに行けと。まあとりあえずまず通常の依頼があるからそっちを。いや待てよ、まさに依頼こなしたばかりだからお金もらえるな。いつもの額ですね。で、回復して。最初からずっと額同じですからね。そういう点でこのスレッドは1000を超えました。おや、新しいスレッドを立ててください。次は2010か。ほい、新スレ立てました。コンタクト URL も更新しました。移動の方よろしくお願いします。ほい、これでよろしいかな。リカーム、表示失敗だね。これは一回再読み込みすれば治る。バーとか行ってみる。再開発計画で空き地にままになっている笠置山の正しい幽霊が出た。ああ、何もなかったところ。ほう、裏金。
米軍から横流しされた武器がそろそろ市場に出回る頃だ。なんでそんなこと知ってるの。絆創膏の親父はうまいことやったのだろうか。絆創膏。お祭り中止。ってことは武器が更新されるってことか。鉄砲系新しくなるのありがたいですね。火力不足がひどくて。人となんか知り合いましたか。博物館が開いてないのを怒ってんの。はあ、そういえば確かに開いてないか。ゴロちゃん探してくれない。黒猫、先週の燃えないゴミの日いなくなっちゃった。それ一緒に出しちゃったんでは。するんだよ。逆に座れんなよ。これ変わってないね。これも変わってないか。これも変わってないか。詳しいんだこの人。歩道業界、もしくは枯渇道によるその経験則ですか。ああ。ただもんじゃねえの W。ねえ、絶対何か一人か二人ところじゃなくて相当やってる系の言葉ですね。剣合体は無理だよね。ああ変わんないね。ヤマトノカミをケツァルカトクは確か41だっけ。これはまだ無理。ダフね。上髪かな。でも上髪これ出てくるところあるから作る必要ないな。あ、でもダークだから仲間なんないかな。作っちゃってもいいですね。オセロとヤツフサ。プリンシパリティもうちょっと、いやー回復要因として、いやーアライメントがな。ホラカワチーン協調40か。
これは公営要員かな。ディアーマメディア、カルムディ・クロスディ。症状は現在進行形で使ってんだけど、アライアーベッタ。40か。今35なんで、ちょっと無理かな。ビフロンス。ああ、こいつか。こいつもカオスだから仲間になりそういないな。ヌエとプリンシパリティ症状はギリギリ仲間にできるやつだから、こっから先は難しそうですね。となると上か。ヒノエンマ、天狗。材料候補を勧誘に行くとかですか。ちょっとそれやんないと辛そうですね。氷結反射、火炎突撃に弱い。ちょうどこれレベル的にいいですね。敵として出てくるけど、仲間にするその時間と手間考えれば作っちゃっていいな。ケツアラカトルのために残しとくのもありだけど、もう火力欲しいから作ろう。天狗ベースに何作れる？フェニックス。37。あ、結構前衛寄りだけど微妙に使いにくいね。37か。ライド側か。ナーガ38。あ、これ強いね。あ、これ強いわ。電撃に強い。これ作りたいな。38か。ヤマトの神と、いやー違うな。天狗とヤマハンサか。ってことはハンサ残しておいてって感じかな。じゃあヌエをベースにして何か作れない？技能系も戦闘向きっぽいね。ねえ、ちょっとレベル先ですけど、ハンサ残しといて天狗ハンサで作りましょう。いやーってことはもうほんとヤマトの神を処理しないと。あー、レベル40まで残しとくのもありだけどな。オセロットこれ弱いよな。あ、違う。これ、前作ろうと思ったけど、時期を逃してる。アギラを採用、ドルミナ。前衛だね。でも、いや、待て、3体合体あるな。ヤマトの神、ヌエ。
プリンシパリティでインキュバス。34。ブフ、ザンマ、シバブー。これは威力弱いけど、後衛からの魔法要因として使えるかな。若干右側に寄ってるけどね。呪殺封印。ヤマトの神、少女、ダメだな。プリンシパリティ、ヌエが使いにくいからな。インキュバスでいっか。作ったで呼び出せない気がするけど。まあ弱点なし、いいか。プリンシパリティの代わりとして使おう。どういう絵面だ？マハラギ・マハブフ、アキョウ、メディア、ホウ。41か。あ、これも強いね。じゃあまあこんな感じでいっか。レベル40になったらば。地温が串刺し、水の壁、結界メディア。あ、これでもいいねなんかさっき作ろうとしたものの素材がなくなってる気がするけど。ブルキシ37。ああ、結構すぐに作れますね。まあ、現状このままいこう。ちょっと素材使っちゃったから、補充代わりに。ちょっと捕まえいきますか。症状だ。ずっとこのままだったか。マグネチックストーム意外と便利なんですよね。どっちがいいかな。まあ順次交代って感じか。さあ装備、米軍の横の足品来てるかな。
薬は大丈夫。いや待てよ、クロズティの薬。いや、ディスチャームとディスパライズ2つ、ディスストーム2つかな。ハマ10冊エナジードライン1回押し、これもいいな。ちょっと2つぐらい買っとくか。あれ、あ、ディスクローズ売ってない。あれ、ドロップ品どうにかするしかないのか。あ、変わってますね。え、これなんで買えない。あ、買えるか。ああ、持ってるやつが明るくなってんの？ヘビーザ・ナグザル。三声剣。チェインバスター。パニック効果。罠っぽいな、この武器。0から2か。でも状態以上いいな。これしてみよっか。安定性なら間違いなくこっちだけど。0から2ってのが怖いですね。まあ少なくとも0の可能性も若干減ってくれるだろうから、こっち使うか。スパース、ショットガンか。戦争でも起こすのかってぐらい物騒な武器揃ってますね。W なんかブラックラグに出てきそうな武器賞ですね。やばいですね。これがまさに米軍の流出品ですか。わあ、主人公だけか。ステア TMP。 TMP ってなんだ。ステアってあのアグの会社ですよね。ステアじゃなくてシュタイヤーとかだった気がするけど。前列全体、後列から攻撃化じゃないとダメなんだよ。あ、これこれ、バレット M90。 とうとうバレットが出てきた。いやー、礼宝さんが持てる武器で後ろから攻撃できる武器が欲しいんだけど。ってことは現状維持か。主人公だけ変えておく。あんま使わないから。いやー、若干使うな。前列全体、敵がいっぱい出てきた時便利か。まあ、スパスかな。ほい。で、鉄砲は。主人公即死で終わるから、主人公は後列に回れるのがいいんだけどね。ねえ。でも、火力、前で。剣振ってた方が戦闘早く終わるんで、言うこと聞いてくれない。仲間がね、全部言うこと聞いてくれるならば後ろでもいいんですけど、全然仲間言うこと聞いてくれないし、言うことあげるのめんどくさいしっていうか、リソース消費大きすぎて辛いから。
結局自分で戦った方が早いっていうね。ブルドッグ。タンク3人揃えなきゃ W。 いやーでも言うこと聞いてくれないとひたすらボイコットされて敵にダメージ与えられないがありそうですけどね。あれ買わなかったっけ。パニック効果ある武器買った気がするんだけど、あれ装備できなかった。あれ買ってない。お金なくて買えなかったのか。この160のこのゲーム仲間周りのシステムがマゾすぎるんだよ。そもそも勧誘の成功率からしてやばい。やっぱりやっぱおかしいですよね。仲間のシステムが有効度上げないと全く言うこと聞いてくれないし、有効度上げるのがいろんな条件あったりしてわけわからんっていうね。そして何より全然上がんないし、で上がったらある程度言うこと聞いてくれるようになった頃にはもうすでに時代が終わってるっていうね。やっぱなんかちょっとバランスおかしいですよね。あれなんか武器が買ったことになってない。あ違う、単純にお金がないんだ。お金がないから買えないんだ。すいませんでした。マッカがいっぱいあってお金が0円だった。あいや買えるよね。お金1万8000か。全然足りていない。レートはおいくら。100円超えてるといいな。89円か、交換したくないな。まあもったいないけど武器だけ交換するか。でも現実的に見れば破格の安さですよね W。 ねえ多分一桁普通に間違えてる額ですよね。普通に売ってるアメリカとかで普通に買える武器だとしても一桁違うと思うんですよね。さらに 裏流通品ってこと考えると数倍とか10倍とかあってもおかしくないのにこのお値段っていうね。人によって値段変えてるんでしょうかね。あ、絆創膏ってこの人のことか。おでこに絆創膏ありますね。三つ目が通るですか。あれこれってもしかしてアイテムいっぱいで持てないんでは。おろし価格とかなんでしょう W。 なんかお友達っぽいですからね。それゆえに安くしてくれてるのかな。ちょっとこれアイテム1個売ってみて買えるかどうか見てみよっか。あ、間違った。なんだ、所持上限あるのかこのゲーム。だね、これアイテム所持上限だったんだ。スパスとこれ
スパスと、これで、いらないやつを打って、なんだっけ、虎徹、これいらないか、ヤスツナもいらないね。当たんない武器に価値はない。これさっき装備してたやつか。ちょっと遠く。これも今装備してる。わっそ。この辺はいらないか。七星剣は合体に使える。D いらない。これもいらない。ブルドッグは外したやつ。こんな感じか。で、あ、こんだけ。コーンハット。念頭に対する耐性。大根液か。高いな。まずは前衛の火力。いや、防御どうにかしよう。刃物に対する耐性。属性つけた方がいいよね。こっちだな。あ、いやー、これ。属性防御霊宝さんで、刃物に対する耐性を主人公か。ペンタグラブ、ウィッチバンプス。これ属性なくなっちゃうな。あんま殴られることないし、あえて買えないのも手かな。まあとりあえず前衛をどうにかしよう。コーンハットってあれか、魔法使いの帽子か。精神攻撃に対する顔性、これは絶対必要ですね。さっきから永遠とパニックとかね、チャーム食らってますからね。これいる。粘土耐性、いやこれ2人ともいるでしょ。スピリットローブ、火炎氷結、これ装備して火炎氷結の耐性なくして、こっちの、いやこれいけるな。まあとりあえず今のところ買うだけ買って、あ、ああじゃあヘルメット、一時金ってなんだ。買ったはいいけど、どんなものか分かっていないっていうね。どうだ。あ、まあいいか。待てよ、七星剣。適当な悪魔つけちゃうのもってなのか。性能伸ばすために。今何？衝撃耐性か。ほい。で、属性とか何もついてないのは売っちゃっていいですね。この辺もいらないか。
装備系不動産屋が武器屋ってのはやっぱ、うん、土地絡みはヤクザのイメージなんだろうなやっぱりそういうね、地元密着系のネタなんでしょうかねあーこれもいっか。そういうところでしのぎをしていく系ですか。よし、こんなもんか。で、あとどうしようかな。頭分かった。白頭改正ってなんだろうね。まあこれとこれで、あれ足、あ足打っちゃった。あ装備打っ払っちゃったみたい。バカ何やってんの間違った、装備してんの打っちゃった。2人とも足装備を売っ払いましたね。何をやってるんだ。うん、じゃあこれで、この辺で特に何もついてないやつ。チタンコルセット衝撃耐性か。さすがにこの辺の数字は弱すぎて属性防御があっても使えないっていう考えで。あ、しまった、主人公の足装備がない。よくある商店街の店が裏で闇商売してる設定っていいよね、うん、ねえ、昔から続くね、裏商売をそういうところでやってるっていうね。あ、ありそうですね。よくある、よくある系の小説とか漫画ネタでしょうかね。ゲーム系だとよくもっとあるか。しまった、主人公の足装備がないあーやっちまった。買い戻しできないの。縮小が主人公の足装備がないひこれ装備中のアイテム変えるのはまあいいけど、か装備してるけどいいかぐらい聞いてほしいな。どんな感じの画質なんだろう。自分で見たことなかったな。うん、さーて、向かうべきはじゃあ、あとだっけ。まあとりあえずそこ様子見て、強すぎる場合には悪魔集めしよう。中央区、違う、笠置山、ここだね。
こんなとこで何をしていたのかしら。この人、あの読み、昔の古代文明の人の末裔っぽいですからね。何かしら関係あるんですか。ほう。となると次は博物館。あ、もう一回入ってみればよかった。臨海公園。臨海公園でいいんだよね。これかな。あ、しまった。これどうしようか。ああ、今更ですけど、画質、まあ、大丈夫っぽいですね。もやもやになっていなければ OK。あ、本当だ。まだ入れない。次どこだろう。あ、いけないね。病院は自分の死体見ても配信外で行った時は得意なかったね。マグネタイトだけ無駄に消費したっていうね。うん。アメリカ・アリゾナ州の ICBM 基地で誤ってミサイルが発射されそうになる事故が起きました。はい。原因は不明。何者かが故意に発射させようとしたのではないかという見方について米軍側は否定している。ほう。ということは内部の犯行ですか。違う違う。事故って言ってるからね。まあ実際はってやつですか。中央区。ここなんか中央がなんかあるっぽいんですけど。新女神転生の世界がこれで消えたんだよな。ほう。これで消えた。これも聞いたね。これ入れないよね。ダメか。これ新庁舎だね。役所。あのレッドなんちゃらさんがドールマンの核ミサイルイベントが阻止されたってことだから今後神会行きや東京壊滅が起こらないことになった。知らない単語ばかりなんですけど。それは何のことなんでしょうね。ちょっと DDS ネット見てみよっか。私あのアトラスのゲームこれ初めてなんで関連作とか全然わかんないですけど。SFC の新女神転生1の話です。
ぜひやってみてください。ありがとうございます。どうやったら遊べますかね。実機はないし、あったとしてもさすがに実機で遅延が2秒とか3秒は辛いし、あれか、なんて言ったっけ、吸い出すこともできるあの機械でどうにかする。ああ、ああスイッチにあるんだ。バーチャルコンソールか。アーカイブスとかいろいろあるはずありがとうございますなるほど、そういう方法があるか。まあスイッチないんで、まずは実機購入ですね。 W 今さらもうスーファミは PS の時代になった瞬間売り払いましたからねまた買うのかっていうね。閉館しましたか。最近ずっと閉館したままらしいです。スイッチ HDMI ついての高いでから、高いからね、さすがにね。私は怒ってるんですはい、うん、その理由が説明されてないってことか。あー、悪魔が出てる。まあそれ普通の趣味にしてみればそんな理由通じるわけもないしね。やってくれませんかはーい、これでいけんのかな。正式に依頼してくれれば。あ、なるほど、フラグが足りてなかったんだ。ペルソナ系列につながるのが東京が壊滅しなかった異世界だっけ。へー、あ、個別に存在してるわけじゃなくて、女神転生はある程度分岐してるんだ。現代東京が核で滅んで、主人公が人類の運命を決めるというゲームだった。デビ様は、うん、東京が滅ばなかったイフの世界の話。ほう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 、完全に独立してるものと思ってましたけど、あくまでバックストーリー的には繋がってるんだ。あ、ありがとうございますそんな設定だったんだ。入手する前にリメイク来る方が早そう。 W 確かに最近アトラスゲー CM に来てますからね気がつけばありそうですね。よし、じゃあ改めて博物館へ行こうですね。さすがに、いやーでも悪魔揃えてから行った方がいい気がするな、戦いな気がするなまあセーブした直後だ、行くだけ行ってみよう。ちなむと新女神転生2が、うん、新女神転生1の続きで、3以降は、うん、特に話も世界もつながってませんそう、ほんと初期の頃って感じなんだ。スーファミ PS ぐらいの時代ですか。へえ。そして新しさはペルソナですか。これ入れんの。入り口は開きそういない。え、なんかやり方あんのかな。とりあえずいろいろひどいことになる東京ってことかなるほど、わかりやすい。いいな、スチームに来ませんかね。ガンと剣で強行突破できない。これをどうするんだろう。誰かに協力してもらうんだろうね。そんな人いたっけ。一旦情報収集か。
メガテン4なんかはファンタジー RPG かと思って遊んで、たらしかもダンジョンが実は東京だったとかいうとんでもな世界だしね。おっともっと軽くネタバレいくか。へえ、ヘウレカのあれみたいなもんですか。どういう世界観なんだこのゲームって。え、逮捕されたのは陸上自衛隊。すげえ、聞かれてもいないのにどんどんネタバレしてる。小島でいいのかな。疲労一等陸佐。自衛隊の階級ってよくわかんないんで、米軍式に変えてくれませんか。陸佐、左官だよね。神くんの旧約と言われる、うん、女神転生シリーズは地味につながっている感じ。ほう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 、その辺が関連作って感じなのか。最近のは別ってことでいいんでしょうかね。いや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 、アトラスもおか怖い。アトラスゲーか。マラソン阻止勢がいらっしゃるのかな。次はねえ、ソウルハッカーズのつもりですけどね。大丈夫でしょうかね。技典とかいうのもあるしこい。ああ、技典は PC98 でしたっけ。それはなんか知ってますね。やったことないけど結構いろいろやばいってのは知ってますね。なんだっけ、スーファミで出ていたストラテジーありましたよね。あれは発売当時ちょっと気になっていたな。なんだっけ、女神転生じゃなくて魔人転生か。魔人転生はちょっと気になってましたね。主にあまりにシンプルすぎる広告が逆に目を引いたっていうね。ピストル、ライフルなどの武器を大量に隠し持っていたようです。ほう、などってのは気になりますね。悪魔召喚プログラムを作ったのが旧約1の主人公だったはず。ほう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 、ファミコン一作目ですか。自分は変革のために行動とした。おっと、マルカクとかそういう系ですか。まだ話よるぞ。マルカクとかねえ、マルクス的な革命を起こそうとしてんでしょうかね。やばそうですね。他の政党の当選みたいなもんですか。今書かれていない当選みたいなもんですか。暴力による共産革命ですか。関係者の証言によると小島容疑者の最近の言動には異常な点が多く見られたことから精神鑑定を行うことを検討してる。うん、その人の隠し武器、丸葉わかんない。なんだろう。あー、まあ図書館とかにもありそうだな。どこ行きゃいいんだろうな。会うとしたらやら行くのアーケードで関係者に話聞くのがいいのかな。教授とかに話通してもらえない。危険人物認定されてるから無理か。特定野党のホウボウにも鑑定していただけませんかね。確かに。確かに、あの言動が怪しい方いますからね。確かに。要精神鑑定ですね。後藤さんは新一関連の人なので覚えておくといいかもね。あ、後藤で会ってんだ。ありがとうございます。その人がいっぱい武器持ってんだ。やばいですね。あー、わかんない。上から行っていくか。上から見ていこう。自分家ってどうなる。はい、ないか。
まあ関係ありそうにないですけどね、この辺も。メガテンシリーズはゲオに安く落ちてませんかね W。 いや残念ながらメガテンシリーズってみんないい値段するんですよね。どういうわけか。あともう現状だと PS2 含めて PS3 世代から前はもう壊滅状態ですね。棚が減ってる一方でもう古いゲー関係はことごとく消滅してる系なんでゲオはもう期待できないですね。最近だとPS ビータぐらいがかろうじて生き残ってるラインでしょうかね。あれもいつなくなるかって感じですね。特にシンさんはイカれた値段してたもんなそんな値段するんだ。ノクターンとか最近 Steam で出てですか。確かに変な値段してましたね誰が買うんだろうっていうね。山博士に話聞いて何か得られるものあるかな。博士に会いに行くには一回くぐんなきゃいけないんですよね。これ変わってないね。そう、ノクターンマニアックスやね。生産数少なくてすっごい高騰しちゃった再生産しないのがそこが怖いとこですか。 Steam のおかげで遊びやすくなったのは、入手性が良くなったのは、鶴ヶ谷だとノクターンベスト版300円ですって。 W 再販の影響で消化 W まさにあれかね、資産価値的なものを考えて持っていた税としてはがっかりですか。単にコレクターアイテムとして持つ分にはダメージはないけどっていうね。これどうしよう、博士のとこ会いに行く。遠いな会って何か意味あるかな。博士会ったとして高等ものといえ、まあ、BS の悪魔城ドラキュラは年々値上がりし続けててすごい。へえ。DS ゲー、 DS はバーチャルコンソールにないのかな。ないからこそか博士に会いに行っても帰るためにまた歩かなきゃいけないね。まあいっか。かといってこの辺の悪魔捕まえても三体合体材料になるぐらいか。さすがにレベルが低いね。博士じゃない、いや教授ね、東教授。待てよ、エストマっていう魔法がある。やっと GBA の悪魔城ドラキュラ移植されましたからね。 DS は移植はコストがかかりすぎてやらないと言ってるから、うん、今後も高騰するんじゃないんですかね。さすがにあの2画面系は無理か。はあ、あ、そうかそうか、確かにスイッチで発売されて Steam でも発売されてましたね。そういうことか。あと10年ぐらい すればあれ岩って感じですか。エミュレーターが成熟すればどうにかなりますかね。あれ ないな。まあいっか。こっち
おっとっとっと、この辺から回り込むんじゃなかった？いや、結構です。ダメか。となるとどこだろうな。関係者、いや、もしくは、いや、月齢はないだろうな。うん、まあ情報収集していくしかないか。DDS ネットで、あのレッドなんとかさんがハックしてくれるとか、そういったのはないんですか？パソ通経由で。生産数が少ないゲームは後年値段が上がるのばっかりだから、目利きできる人なら儲かり、うん、そうやね。今はダウンロード販売だから成り立たんけど、うん昔は物理メディアだったからこそそういう小銭稼ぎもできたけど、今は唐突にダウンロード販売が始まって資産価値が暴落するっていうね。旗から見てる分にはフギアでいいんですけどね。そういう商売してる方にとってはたまったもんじゃないですか。主人公の攻撃、剣の攻撃が一体に集中じゃなくて複数の敵に対して攻撃してるね。アスカビジネスはまだまだ続きそうやね。W あれは権利関係がもう無理ゲーらしいですからね。完全にあれは需要がある限りは延々と値段が上がり続けるんじゃないかな。とはいえ、アスカっていまだに人気あるんでしょうかね。もうピアキャスでやってる人って最近全然見ませんけど。そろそろお時間です。寝ないとメギドラオンです。メギドラオンってメギドの上のやつ？未開封スーパーマリオブラザーズが2億円で取引されたりしてるから、金脈はまだまだ埋まってそう。なるほど。そういったのですら、ファミコンのゲームですらその値段なのか。ということは、先の高騰を狙って、ねえ、そういう商売してる方、買い占めとかやるんでしょうかね。すでに始まってるのか。ひたすらね、部屋とか倉庫に在庫が増えていくだけじゃないかな。高く売るためには最低限の状態も維持しなきゃいけないだろうし。未開封とか CD なら一人で読めなくなってそう。 W 確かに。スーパーマリオブラザーズだったらロムカセットだからある程度大丈夫でしょうけど、結構劣化怖そうですね。ああ、そうか。うまいこと、うまいことちゃんと高くなりそうなものを狙っていくか。ゲーム作ってる会社からしたら何の利益もないな W ねえ、あの中古の、だからこそあの中古ゲームの問題が一時期栽培になるぐらい取り出されていたわけですね。
CD とか本とかね、入ったのは別で。中古ゲームはすでに買い占め始まってると聞いたよ。あ、やっぱりそういうねえ、プレミア、極端におかしい価格のプレミアとかあると、やはり動き出す性がちゃんと存在するのか。ってことは余計に、本当クラシックなゲームが手に入らなくなるのか、困りますね。いや、まあダウンロード販売あればいいんだけど往々にしてそういうゲームってダウンロード販売してませんからね。メーカーすらないとかね。そういえばウィザードリー、頼むぞ駿河屋 W あそこもなんか一時期普通に捨て値で売ってるゲームばっかりでしたけど、最近値段上がってるみたいですからね。大量に出回ってても市場から減れば自動的に値上がりするシナ W。 あー、なんかいましたよね、あの流通の在庫を買い漁って値段上げて売るっていう、そういう商売してる人もいるっていうね。メギドラゴンを連発されるゲームシリーズがあるらしい。それは無効とか反射持ってないと死ぬってやつですか。ちょっと占い師のおばちゃんに聞いてみようか。一番有望そうなんだけど。ちょっとそういう詳しい人を紹介していただけませんか。あ、ダメだって。メギドは万能なので反射することも弱めることもできん。つまりひたすら耐えろと。ここで会話、ちょっとネット見よう。ネットなんとかさん、どうにかしてもらえませんか。調べてあげるから扉をどうにかしてよ。行ってみました。あ、外し方が分かった。ネット上から操作できる。パソ通につながってるんだ。残念ながらそうなったら詰む。連発される状況を作ったらもう負けと。なるほどね。何ですかこのネットワークのザルサ加減は。パソ通につながっている、一般的なネットワークにつながっている上に、さらにネット上から操作可能って。どんだけザルなシステムですか。重機ネットみたいに分離されてないんですか。あ、さすが日本はガバガバだぜ、はい、これが伝統のノーガード戦法ですね。一時期販売してたマリオ35周年限定マリオも未開封で置いとけば価値出るかもね、うん、あー、なんか売ってましたねそんなやつ。30年ぐらいですか。でもやっぱりあの2億っていう数字を見ると、2つ買っといてねえ、寝かしとこうって人相当出てくるんじゃないかな、いるんじゃないかな。よし、じゃあまあ時間も時間ですんで終わっときますか。氷川神社突破しました。次回は博物館。博物館行って強すぎる場合には、朝日区の地下水道で悪魔集める作業しましょうかね。あ、そうだ。これステートやっとかないと、保険としてね。4人パーティー組んだ時点で死亡確定もある。どういうことだ。
何人パーティーか次第ですか。最大 何人メンバーなのかってね、シリーズやってみたいですけどね。あ、お疲れ様です。うん、まあうまく遊べるハードと、あ、遊べる機会があったらですね、とりあえずはこのデビルサマナーとソウルハッカーズをやってからでしょうね。ゼロダンジョン。あ、はあ。お尽くす。そういうのがあるんだ。ソウルダンジョン。つらそう。あ、お疲れ様です。ドラゴンクエスト、なんだっけ ?4 とかでしたっけ、パーティー分離して戦うのありましたよね。そういったのやつかな。何だったかな、覚えてないな。もう何十年前ですか。まあいっか。はい。そんな感じで今日はここで終了いたします。ご視聴並びに書き込みやアドバイスや情報ありがとうございました。次回またデビルサマナー行きましょう。そんな感じでまた次回お時間ありましたならば適当によろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ではまた、アスタマニアナの方向で、おやすみなさい。いやー。あ、これあれか。